はい、どうも、妖怪三国志クイントリオズ、今回もやっていきます。今回ね、第一セッションがなんともう終わってしまうということで、これね、33位も納得いかないんだよな。本当はね、落ちちゃったんだよね。だから30位以内入れて8枚本当は引けたんだよなっていうね。再抽選権は一応交換しといて、あ、交換しなくてもいいか。一応やっとか。しかし、ドンドロってこれ、全部交換すんの無理だよね。本当は8枚引けたのにな。一応ね、今回はセッション10ということで、来るけど、ちょっと金貨貯めんの無理だよね。あ、ラッキー。2個で来てくれました。大当たりね。8枚だったのにな。落ちちゃったんだよね、やってる時に。頼む。うわー、結構ドンドロゲットするの大変なんじゃないかな。ということで、まあもう2回だけやります。今回私ついてないな。もう諦める。今回難しい。ということで、第2形態入りました。新たな戦闘スナイル、一応ね、不思議ニョロロン火になるんで、超混乱超サボりもしてくると。で、威力が高い攻撃に必中強打が追加されてるということで、バリアも効かなくて、で、加護で対策しましょうということですね。打ち消しはないのかな。はい、で、不思議にょろろんで火なんで、まあ、将棋アマテラスね、大王歩兵か、蛇王歩兵かな、持ってたらって感じですかね。ですが、基本的にね、相手は薄らかげなんで、前半戦と変わらないですね。まあ、持ってる人はアマテラスでね、頑張るって感じですかね。まあ、スノラビもいるんでね、前衛でやるっていうのも、ありなのかなっていう感じですけどね。不思議ニョロロン火って、まあやっぱアマテラス取っといてよかったかな。まあ九尾か。大砲が天聖シュラコマとかいる人ね、とかですかね。私大砲が不思議ニョロにいないので、まあ、このままやって、前半戦活躍してくれた文中さん、ご苦労様ということで、まあね、みんな大好きくくり姫でやりたいかなと思います。で、一応、苦手が火なので、まあ、それも含めて くくり土か。で、今回は超睡眠は効くんだね。ただ、超サボりと超混乱と違って、超睡眠って一発、二発殴ったら起きちゃうので、あんまり、あれかな。不死によろね。ダメージアップということで。っていうかさ、ほんと、ドンドロゲット無理じゃねっていうね。100万なんてこれ1回で終わっちゃうよ。これ2個交換できても次の、そうだから頑張って取りに行くべきだったのかな。いや無理だよ、さっき8枚引け、まあでも無理なんだよ。まあでもね、順位でね、なんとか、はい、まあ150以内をね、サーバーには目指したいかなっていう。まあこれでゲットできるかな。いやーもうほんと泥沼だからね。さあ、じゃあちょっと模擬戦で、第2形態ね、やっていっちゃいましょう。一応もうメンバーは一緒です。おそらく第3形態も一緒です。バフのね、つくよみさん。これが超強力ですね。一応武器もしっかりやって、一応超睡眠対策、超混乱って言ってたから、もしかしたら超混乱の方つけた方がいいのかもしれないですね。防具の方はね、つくよみさん、これが雷アップで、もう駒次郎とね、やつですね。この駒次郎私3凸なんだけど、まあ、今回で4凸しようかなーっていう感じですかね。もうこのバリアがね、プリチーに効くので、第一形態活躍してくれました。強打も打てるんでいいですね。雷ダウンして雷ボガンって感じで、ほんとね、駒次郎強くて、薄ら 40% もあるんでね、はい。で、悪い取り付けの効果時間減少もあって、雷 20% アップもあって、本当に、まあ命中もあるんでね、本当に優秀ですね、この駒次郎ね。はい。
いつもプリチポカポカのね強力なアタッカーが出るたんびにあのスピーチ姫も優秀、これもね何気に雷アップ 40% もあるということで、でククリね、今回このククリがポイントかなと。はい、加護、必殺加護があるので、まあちょっと必殺打ち消しガードがいらないという想定でちょっとやってみましょうか。必殺打ち消しガードいたら必要かな。で、あ、これ見せるの忘れた、神父大凶ちゃんでやるんですけど、まあちょっととりあえず一回やってみましょうか。こっちで残り多分90-30秒の時に超すごい一撃が来ると思うので、まあその時にね、あ、いきなり打ち消しされた。一応このメンバー打ち消しガードがいないので、おそらく第三形態にあの、うん、10万は当たるので500万ダメージはいくのかなっていうね。ちょっとこのメンバーお守りがいないかな。でククリの加護があるのでどういう感じなのかな。召喚ゲージ減らされたね。打ち消しガードいるんかな。さあ今回防衛専用攻撃もあるみたいなんで、今食らっちゃいましたが、あ、一気にこれで強力な一撃食らうのかな。あ、なるほどね、こんな感じでちょっともういっちゃいましょう。こんな感じで丸裸にされてされた後に食らっちゃうっていう感じですかね。これで戦闘符のバリアを破壊、戦闘不能って感じで、ここで加護が必要なんだけど、その前に品めくられたって感じですね。なんで打ち消しガードがやっぱ必要だなっていうところで、ちょっと一回降参をして、まあ、やっぱり打ち消しガードね、今回あの百鬼姫が必殺打ち消しガード持ってるので、まあ、百鬼姫ねすごいいいと思いますね。必殺打ち消しガードね、まあ、百鬼姫の動画でも言いましたが、この必殺打ち消しガードっていうのは貴重な戦力なので、あんまりいないんですよ、必殺打ち消しガードって。なので、必殺打ち消しガード。よいしょ。私も手持ち3体しか持ってなくて、今回不思議が弱点だから、不思議でもいいかな。バリアでもいいんですけど、王騎陣が必殺打ち消しガード。あとはバンバラヤね。精霊バンバラヤも。バンバラヤとどっちがいいかなって感じですね。あとはスノラビね。スノラビがいいかな。どれがいいんだろう。一応、陽気上昇 30% があって、攻撃速度 20%。打ち消しガード。お払いもあるからな。スノラビですか。あ、でもこれ、王騎陣でもいいか。まあ、ちょっとバトル開始もあるんで、さよならツクヨミということでね、ツクヨミ金貨アップがあるのか、あんま外したくなかったけど、ちょっととりあえずはツクヨミ外してやってみますかね。ちょっとククリ外すか、ツクヨミ外すかはまたちょっと調整で、ちょっと雷アップがあるので、雷、こうすか。はい。どうなんだろうな。最初に必殺打った方がいいのか分かんないから、ちょっともう最初から神父大凶ちゃんにしちゃいます。召喚ゲージ減らされるんで、ちょっとね見せてなかったけど神父大凶ちゃん、あ、見せらんねえか、まあいいや。で防衛専用攻撃があったね、前衛も多分あると思うんだけど、まあお笑いがねあるので、まあ多少サボりとか混乱があっても召喚ゲージ減らされたね、多少減らされても、
打ち消しの攻撃があるところは大きい陣の必殺で、ちょこれ何人かは避けとくかサボりが来たね。これで今強攻撃来たけど、前回みたいな丸裸じゃないので大丈夫でしたね。タイミングはどこがいいんだろうな。ちょっと早い気がしますね、タイミングは。打ち消しを打ち消しガードして、クリがいるのかな、まあ、ちょっとこの辺は調整ですね。あんまりダメージ入ってないな。容器が上昇できなくて必殺技があんまり、コマジロも6万だけだ。なるほどね。これめっちゃこいつらだけ動くとか、割と感覚あるね。さあここでもう一回60ドカン。あれ来ちゃったな、タイミング合わないな。はい、まあちょっとこの辺うまくタイミング合わせてやるって感じかな。うん、ちょっともう一回やってみましょうか、最後ね。先に、スースちゃんでおはらいと容器上昇してからにしましょうかね。こうするとちょっと必殺のタイミングが若干早いかな。わざと今来たな、ね、よいしょ。とにかく討伐戦はね大変だよね。でも今はねマシだと思います。昔はね順位報酬しかなかったんですよ。今交換できるんでいいんですけど、召喚ゲージでなくなっちゃったな。昔は順位報酬しかなかったので、だから小生魔王恋、小生魔王恋ね、転生じゃなくて小生魔王恋ゲットするのに、あ、これちょっと2000宝珠使ったからね。それに比べれば今マシなんですけどね。打ち消しされて丸裸だ。これでやられちゃうんだな。そうすると最初にやらない方がいいんだな。3秒召喚の方にしようかな。どうしてもこれがやりたいって最初から大凶ちゃんだとちょっと早すぎるかな。召喚ゲージ減らされちゃうから難しいよな。ただこれね、あんまマニュアルも、なんつうの、討伐戦ってさ、ボタンポチッと押しといて、あとはやっといてっていうのが好きなんで、あんまりね、こう、画面に貼り付きたくないんですよ、こんな、何秒も。なので、わがままなんですけどね。なので、これで打ち消し。これ残り90で、今回は、90でドカン、耐えられて、いけましたと。打ち消しガードをつけといて、何なんだろうな。突きはダメなのに、なんで、必殺を事前に打っとかないと大丈夫なの。で、これで、大凶ちゃんがちょっと早いんだよな。だけど、打っとかないと、召喚ゲージ減少が来ちゃうんだよな。ここで、残り80じゃちょっと早いな。早いな。また生きる込んでないかな。さあ。
これで打ち消しガード、今度は大丈夫かな。打ち消しガードついてるから、あ、打ち消しガード消えちゃうかな。残り60、くくり、あ、まずよ、今回はあと2秒、消えんなよ、消えんなよ、足りた。スピーチ姫だけ1体してしまうけど、くくりで回復と。まあ、とにかく30秒ごとに強力な一撃が来る感じですね、はい、でダメージはどうなんだろうな。スノーラビーがいいのか。スノーラビーでも前衛バフだからな。コマジロの攻撃が10万いかないもんな。ちょっと火力足りてないね。ダメージカウントはちょっとコマジロのレベル上げるか。さあタイミングはバッチリだと思う。残り30でまた強力な一撃が来るかな。じゃあ3人ぐらい避けて、スピーチームも避けちゃう。結構距離あるよね。距離じゃ時間あるよね。さあ容器減少させて、ここで強力な必中だからね。今回はドフン。ただスピーチ姫は耐えちゃうんだよな。あ、今回耐えなかった。まあやっぱ神父大凶ちゃんいいね。必殺打ち消しガードがいるね。これ言ってるのかよく分かってないな。まあ、もしかしたら、必殺打ち消しガード、なしでもいけ、いや、まあでもあった方がいいな。はい。まあ一応、特になんか、あ、とか、前衛避けないでできたらな、ダメージカウントいきたいですね。ほんと、私この張り付いてるのが苦手なので、これはもう召喚打てないね。さあ500万はいかないかな。あ、一番最後じわじわダメージか。サボり、まあ超サボりと超混乱やってくるからやっぱお笑いいるよねという感じですね。まあ余計な超、あ、一応500万ダメージはいったんでダメージカンストはいけました。まあさすがコマジロ、461万ダメージか。そんなにギリギリでもないですね。ただ今金かカンストには多分いかないと思うので、まあそこですかね。うん、一応ちょっと長い動画になっちゃって申し訳ないんですが、ドンドロ最初に力アップでお祓いで打ち消しガードもつけてきて、転生コマジロ4万3000しか入ってないもんね。まあその辺攻撃速度アップでどんどんぶったたくて、ドンドロは打ち消しガード、ここで打ち消ししてくるんだな。打ち消しをガードしてるけど、打ち消し何回してくるんだろうな。ここは回避ダウンと少量召喚ゲージダウンなんだな。で、これがあれか。風雷サンダーはいいとして。で、力揚力アップ。で、転生ドロンドロンコード。これが消えて、前衛の攻撃もあるんだね。で、これミスしてるけど、これは多分、じわじわダメージとか、後衛だけ攻撃だよね。で、さらに打ち消しか。だから、強力な攻撃をするのに、打ち消しを2回してくるんだね。だその間に、打ち、加護か超加護つけなきゃいけないので、っていう感じですね。で、残り90が、うん、これですね。うん、っていう感じですね。ちょっと一番下に行けば、最後の後衛専用攻撃が見えるんですけど、
これか。残り2秒。あ、打ち消しもしてくるのかな。いや、違ったな。ごめん、ちょっと後衛専用攻撃、後で確認しとくわ。あ、これか、残り4秒。超サボりか。超サボりしてくんだな。ダメージ、超サボり、じわじわダメージか。はい。なんで、後衛専用攻撃は、まあ、お払いがあれば、別に逃げなくてもいいかな。はい。とりあえず、こんな感じで、やればいいのかなっていうね、ところで、打ち消し2回してくるので、あれですけどね、神風大凶ちゃん、打ち消しガード、加護。打ち消しガード、超加護。これが、いいですね。あとはもう、このアカウント持ってないですけど、チョコ元気ちゃんがね、打ち消しガード、加護を打てる群馬神なので、まあ、この2体しかいないんでね、多分、打ち消しガードと加護を打てる群馬神が、なので、神父大凶ちゃんは必須なんで、はい、いてよかったねっていう感じですかね。はい、じゃあとりあえず今回こんな感じしましょう。ドンドロゲットが結構ね、厄介だなっていうね、金貨、あれなんですけど、とりあえずダメージカンストとね、一周目クリアできたんで、とりあえず第2形態まではいけそうだなっていう感じですかね。まあ、はい、皆さん打ち消しをかいくぐってね、ぜひカゴと超カゴをつけて、1列目クリア頑張ってみてください。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、金貨アップが、あれですね、日曜日までですね。これ足りないよね、全然。大変だ。またお会いしましょう。さよなら。いや、ゲット結構大変だな。2回ともチャレンジ失敗してるからね、私ね。抽選券は、まだ11枚と5枚があるか。なるほど。